脅されたっていうか本当に苦労って言われたんですよ仲直りしたいってこと仲直りできるんだったら仲直りしたいですし、うん、少し体調すぐれなくてマーンヨフさんの件マーンヨフさんなぜ読んでいる僕が読むところを <laughs> マーヨフさんどうしたの元飯塚というツイッターの通報部隊がある <laughs> これ僕が暴れたやつですねマーンヨフさんが暴れたえ 意味分かんな,くないこれ会話だからなんだよおめえらだから何おめえらの方がゴミだろうかよっていうか待って待って待ってやばいんだけど23時から相談乗るって言ってて。 今もう今23時23分じゃん。冷たい対応はやめてください。僕は本気の相談なんで、先ほどからめっちゃ文句言ってるんですよ。動画のやつ先に送ってもよろしいでしょうか。なんか冷たい対応と言われてる。23分遅れただけで。待ってください。あと何分今度は俺が待たされる側に立たされたんだけど。なんで待たなきゃいけねえんだよ。俺が。1分ふざけんじゃねえよ人の時間を何だと思ってんだよ。暴言明日が。 はいもしもしすいませんお待たせしましたまあよふさん何歳の方ですか19ですね十九歳の方なんですねで今回どうされましたでしょうか脅されたっていうか本当に「嘘って言われたんですよ嘘って言われた俺もさっき言われたばっかりこいつ会ったら耳引きちぎりますわこれ誰この人ちなみにその人は今呼べないのかな今は無理なんですよねちょっと無理はいさ,あさようですか すみませんこれってあので、ね、ネットの話ですかそれともなんかリアルの話ですかネットですブロックしたら基本相手現れませんけどねまあい,いやひとまずじゃ送ってもらっていいですかねなんかその「殺すぞだなんだ」とか「送られた」とか言ってましたあはい。ちなみに結構困ってます緊急性があるみたいな感じでしたけどもじゃあ「殺すぞ」って言われてるだけと言いますか。 これですかこれあなたですかマイオフ初代っていうのはあ僕のディスコードの名前ですこれからこれこれさんと話すんだよルキシールキシーさんっていうのがあなたに「コッッと」とか言ってる人ですかそうです4は何追加したユ YouTube じゃなくツイキャスだわえルキシールキシールキシー,キシーこれこさん抹茶アイスの話で今忙しいかわいそうな人ねこれだとですねあなたの方が頭がおかしそうに見えますけどそうですよねはいえこれどういうこと くっっすてて言ってなくないですかこれ、えー、動画のやつなんですけど動画があるじゃあちょっと聞くのでお静かにねあ言いたってのそれバラしたの私だからねえっとすいませんこれ女性ですか相手ははいそうですああ女性なんですねあのクソガキの小学生の男ではなく女性の方に「クソズぞ」とか言われている彼氏のにそういう感じそういうふうんかいい雰囲気作るのやめてほしいだ<ん>彼氏ないだまだいいけどさ 彼氏いるのにさ、そういうことするの、いや、あんま良くないな。これは、あの、何なんですか、これ、あの、この女性は彼氏がいるんですか。今、もう、そうですけども、あの。その前までは、トラブルを起こってたみたく。はあ。じゃ、先生、この、この女性は彼氏が自分にいる。わけじゃないですか。で、彼氏がいる自分に、そんなことするのは、どうかと思うよって言ってるんですけど、はい、な、何をしたんですか、この女性に。彼氏持ちの。ただ単に、僕をお話ししただけなんですよ、ね。ああ、お話ししただけ、なんか、お前のこと好きだよとか、そういう、なんか、奪おうとしたわけではなく。 はい。これ聞こえてないな。聞いてないな。これ絶対。はあーもう本当に。それでこれ相手何歳ですか。僕の一個下です。18歳。殺すか殺、うん、したやる。あ,あここ。高調で。もうやら金の勝手じゃねえんだよ。私が。なん <laughs>。えこれすみませんこれ。 で相手の方って、はい、その何か病気な方ですか？病気ではないんですよね。病気ではない。なんかうおーだのなんだの喋り方からなんか感じる違和感っうか、秒中が不安定みたいな感じで。どういった関係なんですかね。元とは僕はあのー、えーとですね。すいません、まあ、どこに行きました？はい。待ってくださいね。えー、すいませんどこに行きましたか？ えなぜどこに行くのでしょうか大事なところであ,あすいませんすいませんはいあどこにも行かないでもらっていいですかあどこも行ってないです <laughs> この女性はどこで知り合ってど,どういう関係の方の、ね、はい、はい、元飯塚っていうツイッターの通報部隊なんですよ元飯塚というツイッターの通報部隊がある <laughs> 通報部隊はい,いそれでまあトラブルになったんですその何,何ヶ月じゃないな何年後かになんかその三今言って でたなんか揉め事なそのすんすでも今これやり取り見ると30分前のやりでね「えー、死ね」って言ったのはどこの人かなだからこれこれいい「これこれさんに言えばいいよこれこれさんに言えばいいよ全てこっちは証拠する」なんかこれ見るとなんかお互い死ねって言ってるようにも感じますけどそうなんですよねはい僕も言っててもう相手も言っててっていう両方<え>両方言っているルギーシーさん呼べませんちょっと話せるかどうかちょっと聞いてみます、うん もしもしはい。今送ってます。何を先ほど言ってた3人で話すことができないのかいああ、ありがとうございます。ご丁寧に。いえいえ、全然 <laughs>、はい。グループチャットいけますからしいです。グルチャー。まあいいやいいや。えっ、ー、と、じゃあこの人の LINEQR を送ってもらっていいかな返事が来るかどうかですね。この人大丈夫な人ところで。 はい来ましたちなみにこの人は結局どういう仲ですか一応簡単に説明するとネット友達ってことですかそうなんですよ。でこの人とどうなりたいの仲直りしたいってこともう一回仲直りできるんだったら仲直りしたいですし正直だね。よしじゃあおじさんが仲直りさせてやろう。まあでも死ねはよくないねあと。あすいませんはい。どんだけ怒ってたとしてもそれはね絶対言っちゃダメだから。申しない消えろとかだったらいやダメだねそれもね。消えろ あーなんか送られてきます。はるかさんが送ってますね。えっ、ー、と、これは何ですかマーイオフさんの発言。その言葉無理。何回も聞き飽きた。やめてよ。もう辛いんだよ。信じてくれた人が裏切ったからこうなってるんだよ。君が暴れなきゃいいだけの話だったらなんで私が全部悪いっていう風になるわけ。脳みそ腐ってんのかよ。私の体持てないから言ってんだよ。これ以上信用で上げようとしないで頼むから。これどういう意味でしょうこれ僕が暴れたやつですね。マーイオフさんが暴れた。 暴れてそうなっていったやつですね暴れたらダメでしょはいすいませんなんで暴れたのあってなってしまうんでちょっとすぐ感触持ちってことですかそうですねすぐ短期になっちゃうんでそれは恐ろしいそれで喧嘩になってグループ荒れた感じですそれはマーヨさんが悪いのでは僕はもう100%悪いですこれはすいません <laughs> 僕が悪いですはるかさん聞いてますかマーヨフさんが僕がもう全部悪かったって言ってます けどみんなな関わりたたくないって言ってて言ましたはる、い、かさんはどう思ってるんでしょうかその周りの人は関わりたくないって言ってたんですよねはるかさんも同じ気持ちなのでしょうかはい。<laughs> カッとなって暴れまくった結果、こうなってしまったってことですよね少し体調優れなくて、<し>マヨフさんの件をどうですしマヨさんなぜ、マフさんなぜ読んでいる僕が読むところをあ,あ、ごめんなさい、ごめんなさい。 ツイッターに知的障害持ちって書いてある。だからなんやねん。だからなんだよおだ、おめえら。だから何おめえらの方がゴミだろうかよ、ていうか、コメント書いてるやつの方が。おめえら、前よくいいかじゃねえか、そんなこと言ったら。別にそんな持ってるかってなんだって話だよ。今、会話できてんじゃねえか。お前らなんか会話何もできねえんじゃねえか、ボケ。まあ、また暴れなければ、また仲良くしてもいいです、だって。 暴れたらもう永遠にさよならで最近もうイラ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 が多すぎて体調があんまりよくないんですよ何にイライラしてるのこの件についてこの件でも今この件解決したんじゃないのもうやりすぎてちょっと体調があんまりよくなくなってでもんかこの件もう解決したっぽくね解決でいいんですかねだってもうまた暴れなければもう今回のことは水に流してまた仲良くしましょうってはるかさんは言ってくれてんですよもうほらもう。 やらないですじゃあ解決やもうイライラすることもなくなったんじゃないこの件では。もうねはいお互いじゃあごめんなさいしましょうか。でこれからもよろしくってした方がいいんじゃないマ矢さんマ矢さん <laughs> うん。マ矢さんどうしたのもう暴れないです。本当にすいませんでした。もうやりません。まあ暴れたくないです。はい、すいませんでした。 二度とお前やりたくないですもう、いないかなって言ったくないですそうだね自分がもう迷惑かけてるのはもうだいぶもう感染はしていますしじゃあなんで最初被害者面で来たんだろう それも水に流しましししままょう解決た泣かないでだってじゃあもうダメよカじゃあカーとなった時次どうするのだってそんなね人間すぐに治せないでしょ他のところで他のところで発させるとお前母ちゃんとかで防御剥くんじゃねえぞ<あ>お前今いいコメントあったね他のところではやっぱだからしこればいいんじゃねま,まあまあしこれもいいとは思うんですけどあんまり、ね、んでそれでいいんならしこりまくれよじゃん、はい、はるかさんがしこれだって私で それ言ったら、あの、また怒られるんで、それは。あの、ね、<laughs> あ、すみません、すみません。マゆさん、これ解決でいいのかな。うん、はい、すみません。ありがとうございます。あよかった。次こそはね、<当>ちゃんと。これこれさんが。インターネットライフを、はい、間に入ってくれて、うん、本当に僕も嬉しいです。次はないからね、これこれさん。もうこんなの、何回もやってらんないから。もうやりません。じゃ、あちょっとね、これ解決料かかるんで。え。 えー、今回、えー、通話がこ30分ね、はいえー、30分かける解決料かける、で<で>平日料かかります、58万です。58円でもいいですよ、僕。<laughs> じゃはるかさんと仲直りしたっていう、その価値が58円ってことそんんな <laughs> じゃあ、いくらなのじゃあ、いくらなの さんもうねまたあのまたお金あげるんでどういうことまさかはるかさんお金あげたりしてませんよねいやいやもう僕もうまたやったんでねまたねえ,えまマイさん<え>あのはるかさんにお金渡したことありますはいえ現金じゃないですよプリペイドカードですねえなんで今日渡しましたし今日こないだも渡しましたしこないだもいくら ?5000 円5000円で,円でうわうわうわそれなんであげたの 今日のやつはもう謝罪料で謝罪料謝罪料でおいてめえはるかてめえいや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 いいんですいいんですいいんですいやいやいや君使われてるよどう考えても謝らなくていいです謝らなくていいです謝らなくていいですあげちゃダメだってか謝罪料って何いや払わなくていいです払わなくていいですいやでも謝罪料はおかしいって僕払うんでいいいいやややや僕払うんで誰に何を何そこは支払うんでっお前もらってるもらってんじゃねえかよ 本当にすみません、4月から仕事始めるの1万返します何、うん、どういうことどういう流れでもらったの許してほしかったらお金払えみたいなふうに言われたとかじゃないの言われてないんです、自分からですん。じゃあ見してよ、やり取り。やり取りはないんですけど、やり取りなかったらどうやってお金渡すんだよ。一応、僕、そのやつがあるんで、えー、っとですね、本当にこの画像をはるかさんに渡したのはい。だから、それ渡した経緯みたいなのあるやん。そのやり取り見してよ。ああ、もうそれ、なんか自分消しちゃったんで。 絶対嘘でしょいや本当に本当に本当に俺絶対なんかあれだわお金巻き上げられてるわでもそれを今カバーがいやいや巻き上げられてななんで嘘つくの自分がもう嘘がついてないですよなんでそのやりとりだけだって消えてんだよおかしいでしょこの暴言のところ僕はやりとり消えてないんですけどもやりお前もう嘘ついてんじゃん今ブロックしてそ俺に嘘ついたなやばもう信者みたいになってるやん はるかさんののお金渡すややめたらいやもう僕あの気持ちであれしてるんで前の1回目に初めて渡したのが卒業プレゼントですあーこのはるかさん高校高校卒業ってことそうなんですよでプレゼントしたとで今回は謝罪でプレゼントお金渡したってことはいじゃあもうプレゼントしないするかもああはるかさんのこと好きなんのかな,なかじゃあいえいえいえそんなことはないですねプレゼントして それはちなみにお金自分のお金って言うと働いてるの前代さんはそれとも親の金これは一応自分のお金なんで自分で働いたお金であ親からそうですそうですそうですはい、えー、な何の仕事してんのちょっと接客業の方の方であんまりぼちぼちですけども僕もやりとりまだはるかさん今あげるからグーグルでいいんだっけうんああ待ってこの上見せてもらっていいですか金返さなくていいから返す気ないけど、うん、あっそうえー、なんかこのやりとりおかしくね これは喧嘩した時にですね。喧嘩してた時に。うん。だから、今あげるから Google でいいんだっけって、なんかこれ上に指定されてんんじゃんから。あの Google カードよこせつって。この上のやつは前さん、この上のやつ自分でスクショして俺に送ってきてよ。自分も消えちゃってるんで、本当に。いや、嘘つくなって,、ねってる。あー、もっもっあー、来ました来ました来ました。したはーい、えー。すぐになくすね五5000円分だからね。はい。どうや、2個。今あげるから Google うん。で、これもっと上もっと上。はるか男だって。男じゃないです。会ったことあんの

まあそたぶんしつこいと思うから言わんよ。全然大丈夫。まあそのググが、ああね、待っててよ、加賀さん、うん、買ったよ、家帰るから待っててなんこれ言ってるやん、くれってだこんもっと上ないの、はるかさん。これはただ単に、ボそって言ってたんで、ただ単に、お前はもう、お前も、かもだ、これ。いいやいや,いや上ですかって、そう、上だっつってんだろ、さっきから。もうこれね、いちいちこれね、送ってるあたりが怪しいんだよいだいで、時間稼ぎ、お疲れ様のさすよ、たぶん、さ、ですよ、こんな。 カモとかやってたらもうあれですよ僕もチェンハルカさんの顔写真って見せてもらったことあるんですないですガチな男かもしれないですよいやいやいえいそんなことないちょっと僕<は>、ね、ちょっと待って日本ってす晴らしいねどうした日本勝ったから嬉しいのはいまあこれさあ野球だよねおおワクワク何ワク,ワクしてんの、はい、何もはてな多分しつこいと思うから言わんよ全然、えー、大丈夫まあそんなグ,グかえー、意味わかんなくないこれ会話これ前よさ今見てなんか消されてるとこありません全然消されてないですは じゃ定期的に定期的になんか気分によってググが欲しいって言われたら渡してるってこといや全然えでもこれ意味わかんなくないこれ何にワクワクしてんので相手の女の子何も過去鈍感かなるほどハテナ多分しつこいと思うから言わんよ全然まあそのググかなんでさ野球で日本が勝ってはるかさんがワクワクしたらグググーグルカードあげなきゃいけないのはるかさんもっと上送ってもらってもいいですかね うんまあそうだねこれ催促されてる感じがするな鈍感感なるほどって書いてあるからはるかさんはさじゃあまずなんでこれグーグルカードもらうことになったの催促してるよね LINE でてかね麻代さんよく分かんない人にお金あげるのやめなよほんとほんと仲良かったんでね会ったことはないですけども会ってみたいっていう気持ちはあります <laughs> でも彼氏いる人でしょあでも別れるっていう話にもなってるんで本当に付き合ってることは付き合ってるんですけどでも なんかすぐ別れるとかいう、どうのあ、これだ。まあスタンプで、だから、あのー、ダイレクトにはお金くれとは言えないけど、スタンプでそれっぽいこと言ったわけで、いいからダメで全部俺に見つけ、ああ、お金ですか。いいのうむ、迷惑かけたから全く嬉しいよ。前回と同じ、足りない、あまりない。こんなのさ、麻、ま、代、あ、さん、これは、やっぱ金ずるって言います世間では。お金をあげる関係をやめた方がいいかもしれないですね。<laughs> なるほど。あげたくなっちゃうの あげたくなっちゃいますねそれがダメだよ、はい、気をつけますあげなくていいで、うん、はい、はい、じゃあ一万円返ってくるっていやいやなにいやいや,いや僕障害年金まだもらってないんですけどね何の話だ急にツイッター見てたらホレリーさんからあ、うん、金あげてんのバカじゃないのバカなのまさか障害年金からもう出てないよねっていや障害年金で出てないですしまだ障害年金もらってないですも、まあ、無視でいいですツイッターはまあよふさん まあじゃあお金は渡さない、はい、約束します、うんまあ、普通にインターネットで話すぐらいにしときましょう。で会うとかもやめた方がいいと思いますよ。僕は話してて思いましたけど。はいね、会いたいの、はい、だって何したいのただ単にお話するだけで。ただ単にお話するだけだったらインターネットでええやん。会うのはダメです。普通にネットで会うの。おリテラシー高めな。危険性あるから。<や>だって、マ由さん。嫌ではないよね、それ。はるかさんはやっぱ危険性あるから会いたくないって。 なるほどそれはだってそういう人もいますからね。はるかさん、あのマーヨフさんとは何があっても会わないってことですよね。はい、だって。この DM おかしくないですか、ちょっと待ってくださいね。あの、<何>話が入りますけど、これちょっとブチギリ、ぶちぎり、ちょっと、あの、あれ、切れたらもうだめって、まあ、はるかさんとは、はるかさんとはまた別なぶちぎりなんで、ちょっとごめんなさいね。こ <laughs> レリスさん、ちょっと、ぶちぎれていいですか。はるかさんと会って、何したいですかおっぱいされてるんですかふざけんなどういうことですか、これ。 うん、どういうことですかこれマジで僕こういうのあんまりねいやでもあっておっぱい触りたくないですか僕は触りたいですよ可能ならえ実際そこはどうなんですか僕は相手が触ってもいいって言うんだったら触りたいですよ普通にいやいや相手がいいんだったら僕もそうですよ、うん、じゃあ触りてんじゃねえかお前相手がダメならもう僕はやりますいやこれダメかいいか分かんない状態なんでまあいいなら触りたいっすよねっていうあ<の>前をさんんの童貞ですか です。<laughs> 力強いね。はい。まだ会いたくないけど、ネットの友達としてこれから仲良くしてくださいただしまたね、暴走したらもう次はないですよと。ね。暴走して、またみんな迷惑かけて、何回もしてるのから、はいはい。もう何回もしないです。はい。何回もじゃなくて、二度とだねあ。二度とですね。はい 僕からは以上です。はる、い、かさんもね,ね言葉巧みにお金を引っ張らないように。はい、じゃあ麻弥さん以上です。あすいませんありがとうございました。はい。じゃあ麻弥さんわざわざのもしはるかさんから1万円返ってきたら1万円僕にくれますか本当に欲しいですかはい。いやどうしようかいやでもあげなくはないんですけどお前話全然分かっとらんな。